阪神38年ぶり日本一、全国各地で高視聴率。フジテレビ系で5日に放送された2023プロ野球日本シリーズオリックス×阪神第7戦は札幌、北部九州、仙台、広島地区でも平均世帯視聴率が 20% を超えるなど関西地区だけでなく全国各地で高視聴率を記録した。両チーム3勝3敗のタイで迎えた第7戦はノイジーのスリーランで先制した阪神がその後も得点を重ねて7-1で勝利。阪神が38年ぶり2度目の日本一に輝いた。関西地区では平均世帯視聴率が 38.1%、 平均個人視聴率 26.0%、 イカカップ内は平均個人視聴率を記録したが札幌地区で 23.3%、 16.4%、 広島地区でも 21.8%、15.3% を記録するなど59年ぶりの関西ダービーは日本中で大きな注目を集めていた。関東だけ低いのか、阪神嫌い多かったもんなわら。関東は野球率も低いな。日本一の人気球団を証明したなと、阪神すごい。3000万人は試合見てたね。視聴率も日本一だな。関東でも 18% か、さすが野球王国。久しぶりにテレビかじりついてみたよ。普段大型テレビは配信とかブルーレイとか DVD 専用モニターとかしてるけど、さすがに大一番やし見るよ。北海道は阪神ファン多いからな。札幌ドームはビジター試合でいいから呼んだらどうか。組むとしたらヤクルト戦あたりか。関西以外では札幌が一番高いのはなんでだ。新庄が元阪神だから。藤は大喜びだろう。その後のミスターサンデーも見るだろうし、これぐらい面白い番組をテレビ局はちゃんと作れ。そうしたらテレビ見るから。こんな高視聴率だと阪神戦の放映権料がさらに高くなって、阪神ファンのよりどころたるサンテレビの中継数が減るだろうな。一方的だったのに視聴率が良いなら阪神の負けろで見てたんじゃないんだな。最終戦フジテレビでなく日テレなら関東でも余裕で 20% 超えてたよ。 CS 放送がなければもう少し上がったかもね。今年の七里は両チーム拮抗してて面白かったよ。7戦までも連れ込んでよかった。関西球団同士で全国的にここまで高いのは意外だ。すげえ。まあ安定の数字か。野球も WBC とは別に球団対抗戦の世界大会をやるべき。サッカーはクラブワールドカップがあるからね。やはり7戦目までもつれると面白いわ。3戦目から6戦目はドラマチックやったから7戦目にも期待したな。そりゃ阪神は日本で一番の人気球団だからな。阪神は本当に人気あるんだな。全国でこれか。なんでこんなに影響力あるんだろうな。北海道東北から九州までまんべんなく視聴率が高い。阪神タイガースが日本一になった年は重大な事件や事故が起こりうる。カーネル・サンダースの呪い、だかがあるらしいけど、1985年には何があったん？飛行機落ちた。日航機墜落で阪神の球団社長が死んだので阪神日本一はその弔い合戦でもあった。因果関係が逆。日本シリーズ面白かったからね。フジテレビ今年で一番視聴率取れたんじゃないか。そら政府与タオルへの反響を見ても、普段阪神戦見てない層も結構見てるんだなってのは感じてた。ついにカーネル・サンダースの呪いが解けて阪神日本一。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。